宝天から北へおよそ300キロ、特急列車に乗っておよそ3時間半走ると満州の首都新疆に到着します。新疆は満州のほぼ中央にあり、中央満州一の経済都市として栄えています。そのため駅前はいつも大勢の人々でにぎわいを見せています。新疆駅はいくつかの支線の出発点となっているので、ホームにはさまざまな支線の列車が乗り入れます。ここまで来るとロシア人の姿も目立つようになります。新疆はこの辺りの特産品である大豆の大集産地で、豆の都とも呼ばれています。駅のホームで行われる大豆の積み替え作業も大掛かりなものです。新疆は昭和7年にここを満州の首都と定めて以来、それにふさわしい都市づくりの計画が立てられ、建設が進められてきました。昭和8年4月、国土建設第一次五カ年計画がスタートしました。新疆は100万人の人口を収容する首都として計画され、これまでの満州には見られない大規模な都市として生まれ変わったのです。第一次計画が終わりに近づいた昭和12年には、人口およそ25万人の大都市に成長しました。まず新疆駅から市街を訪ねてみましょう。大正4年に竣工した新疆駅は赤レンガ造りで、中央にある3階建ての母屋が特徴です。駅前の広場はロータリーで、中央は公園になっています。よく整備された広場の周囲には淡い茶色をした4階建ての満鉄新疆支社や新疆大和ホテルがあります。明治40年に竣工した新疆大和ホテルは2階建てのレンガ造り。満州各地にある大和ホテルの中で最も古い建物で、東京の帝国ホテルと比べられるほどの高級ホテルです。市内を移動するにはタクシーなどを使うのが便利です。また循環バスや観光バスなども駅前から出発しています。このバスは38人乗りの観光バス。料金は大人2円、子供1円となっています。新疆大和ホテルを過ぎると、駅前から南下する中央通りに出ます。中央通りは新疆の幹線道路の一つで、両側の歩道を含めると30メートルの広い道路です。この付近は早くから日本人が住み着いたところで、小学校や図書館、新聞社などがあります。この中央通り沿いにあるのが新疆神社です。新疆神社は駅を出発したバスの最初の停留所であり、毎年5月と9月の15日にお祭りが行われます。
中央通りを東へ入ってみましょう。ここには新京一の繁華街である吉野町があります。吉野町は別名新京銀座と呼ばれていて、劇場や飲食店などが立ち並びます。吉野町は新京で最も賑やかな日本人街です。ここを中心に商店街が広がっています。ここは銀座新道と呼ばれる通り。寿司、おでん、そばなど日本の味が楽しめます。吉野町を東に進むと南広場という大きな広場に出ます。ここは吉野町と日本橋通りが交差する場所でもあります。日本橋通りは新京駅から東南に伸びる市街の幹線道路の一つで、商社や銀行が立ち並ぶビジネス街です。この通りの先には名前の由来となった日本橋という小さな石橋がかかっています。この日本橋を過ぎると中国人街になります。この辺りはかつて城郭があった場所で、一般に城内と呼ばれています。店先にはにぎやかな看板が並んでいて、商店街をさらに華やかにしています。日本橋から新発路と呼ばれる大きな交差点まで戻ると中央通りに出ます。中央通りはこの辺りから大道大街と名前が変わり、広く明るい新市街が開けます。新京のメインストリート、大道大街。大道大街の道幅は60メートルまで広がり、歩道、馬車道、自動車道などに分けられ、移動もスムーズです。大道大街は全長およそ10キロメートル、まさに新京の都市づくりの骨格なのです。新発路から北の方を見ると日本の城郭風の建物が見えます。関東軍司令部です。名古屋城をモデルにした鉄筋造りの建物です。南にはオフィスビルが立ち並びます。この辺りは新京の代表的なオフィス街です。これは高銀ビル、タイル張りの美しい建物です。道路沿いには会場ビルや東卓ビルなど新しく建てられたビルが並んでいます。その中でも最も威容を誇るのがこの高徳会館です。この建物には満州重工業などの大会社や政府機関の一部が入っています。屋上に立つ3階建ての塔が特徴的な建物です。高徳会館の隣に立つ水海百貨店、新京の代表的なデパートです。広々とした道路と立ち並ぶビル、国土新京を象徴する光景です。